少年よ、これが絶望だ。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、アポリュアです。さあ本日なんですが、皆さんアフターグローというカードはご存知でしょうか。このカードですね、あの原作 5Ds の原作ではアポリアさんが使う最強のカードでございまして、あのラスボスゾーンとアポリアさんが戦うことになるんですが、紆余曲折ありまして、そのアポリアさんがこのカードを発動するシーンが結構熱くて、このカードを発動してこのカードの効果が成功したら勝てるっていうところまで行ったんですよ。これ効果どういう効果かっていうと、このカードがデュエル中に一度しか使用できないんですが、一生に一度の効果、手札、デッキ、墓地および自分のフィールドの表側表示のカードの中から、このアフターグローというカード、これをね、全部除外します。はい、全部除外する、デッキの中のやつをね。で、その後除外されている自分のカードの中からこのアフターグロー1枚をデッキに加えると。で、その後次の自分のドローフェーズにこのカードをドローしたら、お互いにそれを見せて、2000、本当は4000番なんだけど、リンクスだと、絶望的に4000番が半減するから2000番になっちゃってるんだけど、2000ダメージを与えるっていうカードなんですよ。これがね、5Ds ではこのカード確定ドローできるような、まあ、要はデッキの中をこのアフターグローだけにするっていう最強コンボをね、アポリアさんがして、でこのカードドローしたら勝てるっていうところまで行ったんですよ。なんですけど、ゾーンに、なんかそのデッキに全部墓地のカードバウンスされて、なんか、めちゃくちゃデッキ回復されて、なんか最終的にデッキなんか34、5枚ぐらいになって、でなんかそれを、このカードドローできれば勝ちだったけど、全然ドローできずに、グランエルっていうね、モンスターをドローしちゃって、もう敗北していくっていう、機能が停止して死んでいくっていう、マジで悲しいお話なんですよ、5Ds。ちなみにこれを引けなくてアポリアは死んでいきます。はい。なんですが、我々は救済者ですよね。リンクス・デュエリストは救済者ですよね。今日はね、アフターグローをドローして、勝つ世界戦のアポリアさんをお見舞いしていきたいと思います。デュエル。スタンバイ!さあ、お相手の方、海馬社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。進化した最強ドラゴン。ハンドはちょっといいな。とりあえずまずは無の連続を発動。手札から無の連続を発動。強っ。フォーチュンビジョンを発動。デッキから特定のカードを1枚手札に加えることができる。フォーチュンレディーパスティ、誰やねん、お前誰やねん。フォーチュンレディーパスティを召喚。そしてフォーチュンレディーコーリングを発動。フォーチュンレディーコーリングの効果により、ライティーを特殊召喚していくぜ。すいません、ダリアネモンスターを使ってシンクロはしないで許してください。フォーチュナディパスティの効果発動。このカードの自身のレベルを上げることによってライティを除外してレベルを上げていく。そしてビジョンの効果、効果でも破壊されないという効果。そしてさらにライティの効果発動。除外された場合、デッキからフォーチュナディモンスター1体を特殊召喚。フォーチュナディウォーレディ、ウォーレディで、ウォーレディの効果発動。強欲な壺バレー。あー、なるほど。まあ、一旦これちょっとドローソースを引かしていただいて、ドローソース、うん、あ、ギリギリ繋がってる、ギリギリ繋がってる、かなりギリで、ワンダーワンドの効果を発動。ワンダーワンドの効果によってカードを2枚ドロー。あー、いいんじゃない。いや、一回先こっちか。ワンダーワンドの効果を発動。ワンダーワンドの効果、ウォーレリーに、装備して、ワンダーワンドの効果で2ドロー。ふんこんなソリティアする、何アポリア嫌なんだけど。で、ライティで、パステイ除外してカオスソーサラーを特殊召喚。さらにカオスソーサラーは別に関係ない。あと4枚、フォーチュンフューチャー発動。あと4枚って結構引けるだろ、これ。結構引ける。あー、すげえ引いた。あ、待って、こうして、これもう勝ったんじゃねえの。これさ、俺無の煉獄使ってるから、無の煉獄使ってるとはいえ、無の煉獄の方がいいか。なんかワンチャンモンスターは残しておいた方がいいよな。モンスターは残しておいた方が良さそう。無の煉獄、無の煉獄でいいんじゃないかな。無連で。無の煉獄、ですね、皆さん、なるほど。それは発動をしてもいいな。してもいいな。このドローソース余ってんだ、これ。これ、分かっ、これ結構成功率高いわってことは、多分。まだ俺、これだって俺3回目くらいだぜ。3回目くらい。俺、これ挑戦して。陽気な葬儀屋の効果発動。
結構まだ声元気なんじゃないかな。いつもこういうデッキ使ってる時なんかあの地獄みたいなテンションでやってるんですけど、これまだ元気でしょ俺。これ手札からモンスターを捨てないで、でセルリの効果で相手フェードに特殊召喚され、特殊召喚すると俺は手札を捨てなければならない。で災いの杖をぶん投げることによって2000ポイントのバーンダメージを与える。ですね、これ除外する必要あるのかな。いやでもこれ置いといた方がめんどくせえか。相手置いといたら邪魔ってなるかもしれないよな。必殺のマジックカード、そのナイフもらい受ける。俺の墓地にはステゴサイバーが落ちている。ほとんど俺はワンキルされねえ。そして俺のデッキはアフターグロー1枚、つまり次のドローフェイズ俺は確定でアフターグローを引ける。原作ではな、失敗してな、機能が停止してしまったこのアフターグローというカード、ターンエンドを宣言するがいい。本当の絶望が教えてやるぜ。これをドローできなくて俺は負けたんだ。このカードをドローできなくて俺は負けた。だがしかしリンクスではこのカードをドローすることによって俺は勝利する。私の心が痛い。いらなくなった絶望。これが絶望だ。絶望おじさん、相変わらず絶望のセリフしかねえな。私を愛してくれるものを失った絶望。プラシオさんですね。プラシオさんの状態。動けば動いただけ。その代償はライフとなって払われ。命は削られるぞ。さあ会話、おやべ、これステゴサイバーを無効化してくるやつが結構うるさいんだけど、ただまあ一応2体モンスターいるんで、さすがに大丈夫でしょう。2体、いやこのターンで君ライフ削んないと負けるよ。あれいいのかな。それで終わりか。さすが見込んだ私のデュエリストだ。さあ私の、おうせえな、お前はもう負けるんだよ。俺をドローフェイス下ろしてやるぜ。絶望と今が襲う。ドロー、アフターグロー2000バー。うわー、成功しちゃった。アフターグローが成功する世界線、こんな世界見たことない。神ゲーだ。これが俺とシューティングスターロード。みんなの思い、やばい。原作ではなかなか実現できなかった激アツのデュエルが見れそうですね。フォーチュンビジョンを発動。フォーチュンビジョンの効果によりデッキから特定のカード、フォーチュンレディーコーリングを手札に加えさせてもらうぜ。マジでちょっと誰やねんモンスターを使うのは本当に許してください。これあの気候帝とかでアフターグローを使ってるとマジでただのあのネタレッキ選手権にしか、ネタレッキ選手権にもなんねえわ。ネタレッキ選手権にもなんないんで、はい、でフォーチュンレディーパスティの効果発動。自身のレベルを上げることによってライティを除外し、そして、ライティの除外された場合の効果を発動。モンスター効果発動。結構ね、意外とね、なんかねこのハンドあれば、ね、だいぶ決まるんだよね。なんかドローソースめっちゃなんか多いからこのデッキ結構決まるっていう。ああいいね、シーちゃんの効果も発動していく。割とね、こあのね割と決まる。はい、はい、ワンワンワンダーワンド、ハンドめっちゃ強い。でワンダーワンドを装備してリリースすることによって2枚のカードをドローしていく。ピローン、あオッケーで、ワンダーワンド発動。いやなんかすげえ強いな、これ何枚ドローでいいのこれ。これあと4枚が掘れるぞ。さすがにこれ勝ったんじゃねえか。あなるほど、これ最強か。これこのデッキは、このデッキさては最強だな。このデッキさては最強だな。で、煉獄発動。はい。で、煉獄発動。はい。魔法カード。めちゃめちゃ強いやんけ。で、ワンダーワンド。あとはフォーチュンフューチャーとカオスソーサラかな。持ってんの。はい、オッケー。で、まあカオスソーサラだけ出しときますか。カオスソーサラだけ出しといて、壁にしといて一応。で、これと、これ除外して、これも趣味でいいや。趣味でよくて、でまず陽気な葬儀屋、葬儀を取り行います。魔法カード、ゆうせいくんの葬儀を取り行います。モンスターいいえ、
で、セルリラ特殊召喚されて、特殊召喚された場合相手の手札を判定する。災いの像をぶん投げていく。はい、2000ダメージの迷惑バーン。2000ダメージの迷惑バーン。さらに俺は手札よりアフターグローを発動。アフターグローの効果により次のドローフェイズ、このカードを引いた場合お前はデュエルに敗北する。ターンを終了するぜ。そして無の連国の効果でステゴサイバーが墓地に行く。さあ大丈夫か、見て不動優勢、魔法カード、強力強そう。さ、待って、冷静に考えて、これシューティングスターってこれめっちゃ連打してくるけど大丈夫かこれ。めっちゃ連打してくるじゃん相手のデッキ。ステゴサイバー1枚で足りねえこれ。これ何連打まで耐えれんのこれ。やめろやめてマジでちょっと連打やめて。何連打耐えるんだ。1回攻撃されて2回目1000ダメージ受けながら出てくる。で3回目ぶん投げられてターンとなる。4回目、あ、だから4連打以上やばいけど、さすがに4連打そんな簡単にできないっしょ。でも3連打までは耐えるんですよこのデッキ。ちなみにジャンクシンクロン集いし願い、やめろ。新たに輝く星との召喚ムービー見よ、あのシューティングスターの見てからどっちだろうね。これ4枚めくれたら俺の負けです。マジで決勝が、はいはい、新たな進化の扉開いていくね。はいはい、絡みつく時間振り切って、限界までぶっ飛ばして、ギリギリの思いつないだら行くのさ My way、 赤くたぎる情熱抱いて、モノクロの景色を抜けたら1枚2枚、やばい嘘だろやめてくれ、やめろ、優先うぇー、ステゴサイバーの効果、セルラインを放って、ダメージ計算で特殊召喚されて、頼むやめてくれ、優先うぇー嘘だろアポ、スラッシュ、ディア。